はい。代碧ハイライト第91回お送りしたいと思います。えー、前回は、はぐろさんの山伏運慶という人が、えー、天竜寺に行く途中に山伏に出会い、あたご山と思われるところに連れて行かれて、まあ今のようについていろいろ聞くと、えー。で、その話というのは実は天狗の予言であったという、 ことがう大平家では明かされてまして、この運慶は熊野社の五府の裏に正門書き添えて、まあ、あの書いてあることが嘘じゃないという、そういう誓いですね、えー、誓いをして、昭、えー、和5年うる6月3日と書いて朝廷の上層の役人に託してご覧に入れたということが述べられています。で、その桟敷が、 伝学見物の時の、その、さじきが崩れたことについても、その、まあ、身分の上下とか、苦下武家、僧侶、そういったものとかが、もう入り乱れて勇教に吹ける、そういったものに対する警告がなされています。そして、まあ、それっていうのは、その、 分の脇前がないということですよね。脇前ということで言えば、異政者は、あの、欲望を抑えて、あの、憐れみ深い、あの、倫理的な、あの、ものに基づく、こう、分け隔てのない政治を行な、はなければいけない、えー。そういったことが強く、えー、主張、 されているわけです、まあ、しかしながら、まあ、この後天変地異がいくつか起き、えーそのまあ、いわゆる下国城の下の者が上の者を接していくような、えー、動乱が起きるわけです。要するに、例の,あの足利忠義と河野諸直、諸安兄弟、まあ、そこにその足利尊氏や吉明、 があのまあ巻き込まれていかざるを得なかったという状況を指しているわけです。さてその天変地異っていうのはまずその砂じきがその崩れ落ちたようなあのところに雨がまあすごい降ってまあうん洗い清めるったらそれまでだけどそういったことが起きたよということであるとかあるいは えー、岩清水八幡宮のご放電がずっと鳴り止まないであるとか、あとその金星水星木星がずっとこう合うようなことが続いて、まあ対乱が起きるよと。まあ極めつけが、えー、稲妻ですね。稲妻がその、すごい落ちたというようなこともあったようです。さて、足利忠義なんですが、 まあ前回でもあの話しましたが、そばに置いた妙喫、まあ、それを通じて、えー、上杉、畠山の、えー、河野、えー、諸直諸安のに対する残言というのがやまず、まあ、殺害ということを考えていくわけです。で、ごくごくわずかの者のを近くに、えー、呼び寄せて、まあ、その殺害、 の協議ばかりに明け暮れたというようなことが書かれています。まあこれもあの、そればっかりってなるっていうのは、もうな何かものにあの疲れたような状態ですよね。少なくとも太平記の語り手はそのような評価を下しているわけです。えー、ですが、この,あの殺害計画っていうのは、淡い原清種の裏切りで失敗します。この淡い原っていうのはあれですよね。あの、五大五の あの、五大子とあののれんしの王子たちに、あの、毒を飲ましたあの人ですよね。ですけど、この人の裏切りで、えー、失敗します。で、ナオは、あも、諸直、諸直の殺害が失敗して、ヤスは河野河,河内の国から帰京します。で、8月12日の宵から今日の町は騒然となります。えー、足利忠義で2000、 あまりの兵が参集し、えー、諸直の館へは5万以上の兵が集まったということです。で、これはもう将軍、足利、あの、高氏が驚いて、えー、忠義を呼び寄せたと。何の子、何のこ騒ぎだと。で、翌13日の朝、諸直は将軍御所を包囲して、えー、残言を行った 上本人である上杉とか畠山とか、あの、そういった者たちの引き渡しを迫ります。で、これには、あの、足利尊氏が、あの、激怒りだったということなんですね。あの、進化に、まあ、御所巻きという、あの、用語があるんですけれども、その、 自分の館を取り囲まれて、その、部下を手渡せとかあり得ないと。それだったら、もう、あの、打って出て死んだ方がいいんだぐらいに言ったのを、まあ、た、たが、まあまあということで、えー、なだめたらしいんですね。で、まあ、サクッと、あの、 上杉畠山を渡すということであの話を収めようということになります。で、妙吉なんかもあの、まあ、住まいが一条戻り橋のところに与えられてたらしいんですけれども、まあ、あの引き渡しの一人ということで、わーってこうの者なのあの 方の人たちが行ったら、もうすでに逃げていたと。ま、あそんな状況だったみたいです。で、また、もう一人、えー、中国短大の足利忠義冬。こちらも足利あの忠義の養子になっていた、あの、まあ、足利尊氏の実施ですけれども、この、あの、忠義も比護国に、あの、 お手が、こうの、も、もろなおの軍勢が、あの、向かったということで、肥後の国に逃れます。えー、で、その後、足利尊氏は急ぎ、その、義昭あの、鎌倉、鎌倉を治めさせていた吉明を上洛させ、行政担当の忠義に変えます。えー、ま、この、吉明の京都入りっていうのは、 まあ、とても、あの、立派なものだったようです。10月22日のことだそうです。そして、足利忠義はというと、細川秋冬寺の館に移って、12月8日に出家をします。えー、で、その、誰もそこを訪れないような中、源縁奉仕だけは、諸直の許しを得て、時々忠義に、あの、中国や日本の話を、 聞かせるんですが、あのー、体の調子が悪いからもう、その来れないかもしれないということを言って、まあ実際その、ただよしのもとには、訪れることができなくなってしまいます。さて、上杉と畠山なんですが、えー、この、 2人なんですけれども、えー、所領を没収されて越前の国に流されただけではなく、えー、守護代もろともに惨、えー、殺されるということが起きます。 まあそんなことは、あの、いわゆる観能の情乱という形で、えー、日本の歴史の中では解かれています。で、この太平記に関しては、あの、史実じゃないようなところもあるということで、このことについては、私が別の、あの、太平記史実と創作の間という、あの、動画の中で、えー、小材雄一先生の説に基づいて、あのー、 大、まあ、平記とそういったあの歴史学科の出している歴史的な事実との食い違いとかどういうところにあるのかなとか大平記ではどこをポイントにしているのかといったことを語ってますのでそちらもあの聞いていただければと思います。えー、それではまた次回。